始まりました。グリード動画王の3回目ですね。今日何回も見てもらってる方は分かると思うんですけど、名古屋に来てまして、その名古屋の人気ショップ TFL さんの4階お邪魔してます。社長の竹山さんです。はじめまして。グリードの動画楽しみにしてくれてる皆さん、今急遽突然始まって、平山君とこうやっておしゃべりすることになりました。名古屋で TFL っていうセレクトショップ、ストリート系のセレクトショップを、その他お店持ってる名古屋の竹山雅也と言います。フルネームで、本名はフルネームで、挨拶は最初の自己紹介はフルネームっていうのを最近心がけてるんで、竹山雅也です。よろしくお願いします。そうです、っていう話をさっき聞いてて、僕もフルネームで平山隆です。あ、いい、熱いな。隆くんだ。隆くんなんです。隆というのでも人が多くて、多、ね、僕の年代は多い、ね、ちょっとね、隆ってなかなか言いにくいんですけど、でも平山隆はなかなかいないんで、ね、平山隆と奈良の平山隆って言ったらあっちいうところでね。そうですね、はい、ちょっとこれから僕平山隆って言うんでみんな笑ってくださいっていうとこから始まりまして、でまあちょっとそのグリードのブログとかよく見てもらってる人は馴染み深いと思うんですけど、顔のでかいので売ってるチェリーくんっていうのが、7月1日からエクストラ、竹山さんが社長、オープンしたエクストラジ名古屋で、働くことになりました。そうなんですよ。ちょっと街のみんなもびっくりしてる、と思うんだけど、まあチェリーは多分この本当にハードコアの方とか、そのグリードのブログでもすごく人気者になってると思うんだけど、まあ、うちのお店でスタッフとして7月1日から一生懸命働いてくれてます。本当にあいつの新しい面もね、見れると思うんで、ぜひぜひチェリー会いたいなっていうことは、これで店に来てくれれば絶対いるんで、そうですね、さっき先ほど下のお店でその話もしてたんですけど、あ、本当、みんなふみやふみやって言って結構なんかいきなり仲良くなってなんかこう働きやすい環境ですよね。でもそう、ありがとうね、本当に。なんかそう、あいつがなんでふみやって名前つけられたのって親に言ったら、やっぱりお母さんが藤井ふみや大ファンでって言ってて、お前じゃ名古屋のふみやだお前がって、ふみやですね。本当にあの子は若いけどまだ22で、すごくハードコアのことも本当にスピリットもすごい大切にしてる子で、すごくいい、なんていうのかな、そういう文化的なカルチャーのところも愛してる男が、まあ、うちは本当 TFL っていうのはどっちかというとアンダーグラウンドへの入り口みたいな、ちょっとポップなフィールドでも勝負してるのお店なんで、はい、そこにやっぱあえて飛び込んでくれたのがすごい嬉しいなと思ってます。いやー、嬉しいです。僕らの仲間がそういうところに飛び込んで、なんか今後どんかこうどんな展開とかどういうことになるかなっていうのは結構楽しみですね。そう、こうやって平山くんがね、平山くんがそうやって言ってくれるのもすごい嬉しいし、こうやって今奈良と名古屋のお店の、まあ、僕らを本当にいつも社長同士で大変だねっていう話をしてるんだけどこうやって話もできるようになってね、本当日本のストリートカルチャーとかそういうショップの連携がまた新しい時代にね入ってきてるんだなっていうのをすごくいつも楽しみに毎日仕事してます。はい、っていうね、まあ、竹山さんはこういうイメージかみんなから知らないですけど、僕もねこうやって真面目にたまにね喋ったりしてるという、ライブハウス酔っ払ってるだけじゃないんですよっていう、まあ、酔っ払ってるとこだけでいいんですけどね、まあ、そういうね真面目なフリもできるっていう、どっちが本間か分かんないですけど、どっちも本間なんですっていう。みんなねそういうところ悩むと思うんだけど、僕もすごい根はすごいパンクなところすごい強くて、はい、やっぱ平山くんもものすごい尖ったところもやっぱ時々な部分もいっぱい持ってるけど、じゃあこれと社長やってるのってじゃあどっちが本当なのって、いやどっちも本当だって、社長やる俺も本当だし、パンクなスピリットも続けるのも自分だし、はい、そんな一人は一つじゃなくても、そういろんな自分の面が持っててもいいなと思ってるんで、みんないろんな面で可能性持ってるんだから、俺らよりパンクスでも、ね、大社長になる人も出てくるだろうし、本当どんどん日本が変わっていくのを楽しみにしてるんで、はいはいはい、ぜひぜひなんかそういう話をしてるとね、まあ、夢も持って楽しいし、そうですね、なんかね勉強になるんすよ。いやいやいや勉強させてもらってて、でね、グリード名古屋で来てもらった時に初めて買ってもらったこの T シャツを来てもらってて、今日ありがとうございますっていう、すごい気に入ってて、じゃあこれ実は今日お揃いになってるところを見てもらった方がいいのかな、ね、これちょっと高志くんの方、高志くんをこういうこれね、色違いですけどプリントカラーが、そうだよね、
いやもう僕は本当平山くんのことすごい尊敬してるね。やっぱり日本一フットワーク軽いこの社長さんは。あのどこの会場行っても酔っ払ってるんで、本当この人についていく間違いないなと。っていう言葉いただきました。みんなそうですよ。ついてきたらいいんですよっつって。まあ一緒に遊んでくださいっていうところです ね。まあ今日こうやってこれてここの動画撮る前にもいろいろ話聞いてもらったりとか話いただいたりとかして勉強になったんで、またそれを奈良に持ち帰ったりとか、ぜひぜひ発信していくんで、本当に今後ともよろしくお願いしますという僕がお願いします。本当にグリードの動画を見てる皆さんにも本当にお願いしたいけどTFL も頑張って一生懸命仕事してストリートカルチャーも広めたいし、本当にしっかり頑張って仕事するんで、ぜひぜひ応援してください。でまた本当平山くんがちょっと前にグリード名古屋ってお店を開けてくれて、本当にビルの4階で僕が最初に始めたような店、今でもまた原点に戻ってね始めて、本当にストリートのかっこいい部分めちゃくちゃ見せてるお店なんで、ここ本当名古屋の間違いないスポットになってるんで、ぜひぜひ名古屋に来たら必ずグリードの名古屋やって、で最後にまあちらっと TFL も見てくれて、あといろんな名古屋の楽しい面発見してください。ありがとうございました。ありがとうね、今日は。ありがとうございます。これで握手で OK です。ありがとうございます。ありがとうございました。切ります。